おっす練馬島本道場島本です。今回の第52回全日本大会の見どころを、お話ししていきたいと思います。はい、それでは A ブロックから見ていきたいと思います。A ブロックは江口選手と福地選手が両端にいるというトーナメントになっています。まあ、2人は、実績ともに申し分ない非常に、実績のある選手です。そして A ブロック前半、江口選手の対抗馬として、大石選手、いますけども、この2人は対戦成績もあり何度か対戦している、2人なんですけども、また江口選手はここ数年ですごく成長著しいので、まあ、本当今回どういう戦いをしていくのかなというのが非常に面白いところだと思います。そして A ブロックの後半、渡辺優作選手と、福地選手。渡辺選手も昨年の世界大会日本代表として出場しまして、初出場ながらしっかり堂々とした戦いを見せてくれたので、まあ、今回、世界大会から1年経ってどのくらい成長しているのかなという楽しみと、トリッキーな福地選手に対して、どういう戦いを見せていくのか、また福地選手が重量級の渡辺選手に対して、どのような試合運びをしていくのか、ここは非常に面白い組み合わせになると思います。でこの2人の両者が A ブロック順当にいけば江口選手か大石正樹選手の勝者と上がっていき、まあ、その4人がこの A ブロックのトーナメントを中心に展開していくのかなと思います。はい、続いて B ブロック見ていきたいと思います。B ブロックの両端は、重松選手と入木選手となっております。でその間に田中選手、宮原選手といるんですけども、B ブロックの前半、重松選手と田中選手、2人とも他流派なんですけども、しっかりあの JFKO 等で、実績のある、両選手なので、まあ、ここの2人に対して新極新会の選手、渡辺和志選手ですね、どういうふうな戦いをしてくるのか、渡辺和志選手も兄の優作選手と、毎日稽古していると思うので、その重量級相手に、しっかり対策はしていると思うので、ここも、非常に面白い、トーナメントとなっております。B ブロックの後半ですけども、宮原選手、そして平木選手、入木選手、この3人が、非常に面白いところかなと思います。宮原選手は非常に、バランスのいい組み手で、数々の、大会でも、実績を残している選手です。で平木選手は、軽量級ながら、アグレッシブに戦う、印象があり、順当にいけば入木選手と、戦うことになるんですけども、重量級の入木選手に対して、どのような試合運びをしていくのか、そして入木選手が、軽量級の選手に対して下段回しを当てながら、展開どうやって展開していくのかっていうのも非常に楽しみであります。でこの B ブロックは重松選手、田中選手、宮原選手、入木選手、この4人を中心に展開していくと面白いトーナメントになっていくと思います。はい、続いて C ブロックを、見ていきたいと思います。C ブロックは島本和文選手、そして鳥原隆選手が、両端に陣取り、その中に後藤優太選手、亀山慎選手が、いるというトーナメントになっています。 C ブロック前半の島本和文選手、まあ、私の兄なんですけども、まあ、本当にずっと一緒に稽古を積んできて、まあ、年齢 もうベテランの年になり、経験豊富で、非常に高い技術を持っています。でそこに後藤選手、若くて、本当に試合のたび強くなっている印象を受けて、パワーもあり非常にいい、動きをする選手なので、順当にいけばこの2人が、対戦していくのかなと。そして C ブロックの後半は、亀山選手、亀井元気選手、鳥原隆選手、この3人を中心に、トーナメントが、展開されると思います。で亀山選手も数々の試合を経験し、世界大会も、経験してますので、経験の方では、分があるかなと、まあ、その経験を生かしてここのトーナメントを勝ち上がっていくのではないかと思います。そして、鳥原選手ですけども、
鳥原選手も昨年の世界大会日本代表として出場し、海外の強豪選手をあと一歩のところまで追い詰める力を持ってますので、今回の世界大会から1年経過し、どのくらい成長したのかと楽しみな部分もあり、順当にいけば亀山選手、鳥原選手2人が戦うことになっていくのではないかと思います。はい、続いて D ブロックを見ていきたいと思います。D ブロックの両端は越智純喜選手、そして加藤大輝選手、その間に森田直樹選手、工藤隆明選手が、いるんですけども、 D ブロックの前半、越智選手と森田選手で、越智選手は非常にスピードのある選手で、中量級ながら無差別でも通用する技術を持っている選手です。で、森田選手は非常にパンチ力のある選手で、フィジカルが強いイメージがあるんですけども、フィジカルの強さだけではなく、フェイントなど細かい技術も持っているので、この両選手が戦うとなると、スピードの越智選手とフィジカルの森田選手、この2人の戦いというのが非常に面白いところだと思います。そして D ブロックの後半、工藤選手、そして湯川選手、加藤選手、この3人を中心に、ここのトーナメントは展開されると思うんですけども、工藤選手は、地方大会でも、実績のある選手です。湯川選手は、昨年の世界大会でも、日本代表として出場している選手です。ここ最近思うような実績が、伴ってないと思うんですけども、湯川選手本来の相手に休む間も与えない組手が復活していれば、面白い戦いになるのではないかなと思います。そして加藤選手は、もう言うまでもなく、非常に総合力が高く、今回の大本命と言える選手です。昨年の世界大会の、悔しさもあると思いますし、次こそはと思っていると思うので、非常に、注目している選手です。はい、男子トーナメントの見どころを紹介していきましたが、今回の全日本大会は、昨年の世界大会の翌年ということもあり、波乱が起きやすい大会でもあります。で、またコロナ禍ということもあり、全選手が久々の試合ということもあり、非常に波乱が起きやすい大会でもあるんですけども、でその中でも本当にコロナの期間中、しっかり準備をした選手がこのトーナメントを勝ち上がっていくと思いますので、非常に面白い、大会だと思います。はい、女子のトーナメントの見どころを紹介していきたいと思います。 A ブロック、菊川選手と藤原選手が、両端に陣取り、その中に手島選手、水谷選手が、入っています。で、この菊川選手は新極真の、無差別のこの全日本大会でも、実績があり、軽量級ながら活躍している選手です。その下の手島選手と、菊川選手も何度も対戦していて、今回こそ手島選手も、菊川選手にという思いは強いと思うので、非常に、見事になる戦いになるのではないかと思います。続いて水谷選手なんですけども、水谷選手は、第1回 JFKO の国際大会で優勝経験があり、今回のこの無差別の全日本大会でも、軽量級ながら、どこまで通用するのか、重量級の選手に対してどのような戦いをしていくのか、非常に、面白い、戦いになると思います。そして、藤原選手なんですけども、昨年の世界大会を日本代表として出場し、思うような結果ではなかったと思うので、この全日本大会に、昨年の悔しさを、ぶつけてくると思います。順当にいけば、水谷選手、藤原選手の戦いになると思うんですけども、この2人の戦いに、注目していきたいと思います。続いて、B ブロックを見ていきたいと思います。 B ブロックの最初は、加藤選手、そして、最終ゼッケン久保田千尋選手、その間に、朝子選手と野村選手がいるというトーナメントになっています。B ブロックの前半、加藤選手は、非常に、スピードもありパワーもあり、技術もあり、倒せる技を持っている選手なので、女子の選手ながら、倒す組手をできる選手なので、今回の大会でも、技あり一本勝ちが出るのを非常に楽しみにしています。
そして浅子選手も JFKO で優勝経験を持ち、非常にタフな選手です。順当にいけばこの加藤選手と浅子選手の戦いになると思うので、この2人の戦いに注目していきたいと思います。 B ブロックの後半の野村選手、久保田選手なんですけども、野村選手も実績はあるんですけども、あと一歩のところで悔しい思いをしているので、今回こそはという思いが強いのではないかと思います。そして久保田選手、非常に力のある選手なんですけども、またこの全日本大会でも優勝経験もあり、昨年の世界大会で悔しい思いをしたと思うので、この大会でぶつけてくるのではないかと思います。でこの2人の野村選手と久保田選手、重量級対決になりますけども、この2人の戦いに注目したいと思います。はい、女子トーナメントの見どころを、お話ししていきましたが、今回は非常に、強豪揃いの、トーナメントになっていると思います。他流派の選手の名前を見ても、非常に実績のある選手ばかりなので、非常に楽しみなトーナメントではあるんですけども、その中でも新極真の選手、女子選手に頑張ってもらいたいと思います。今回、初の無観客試合となりますけども、動画配信がありますので、そちらの方を皆さん見ていただき、選手に声援を送っていただければと思います。おっす。取り付ける太陽に灼熱の拳、せいやせいや汗が飛ぶ、苦しみ貫く男の意地を視力。